こちらのおひな様は父の94歳ですけど、一番上のお姉さんの初節句の時のおひな様です。父とは20歳年が離れてて、現在もし生きていたら114歳114年前のおひな様になります。これはやめのおひな様で、父のお父さんが八女の方からご養子さんにお見えになってたので、そちらからいただいたおひな様です。享保雛でございます。このおひな様は唯一うちで、これだけはうちのおひな様ではなくて、山形の主人のお友達のお宅から、古いおひな様だけど大事にしてくださるところに預かってもらいたいという話で、うちの方でお預かりしているものです。江戸時代後期のおひな様です。先ほどと同じ江戸時代後期のおひな様です。明治天皇のお姿をしたおひな様です。こちらは日田の掛け屋さんでした。三つ引き森家の所有していたものなんですけど、主人の初節句の時にお祝いとしてこれをいただきました。でちょうど戦後でお人形さんがなかなかない時 でこれだったら男の子のお節句でも大丈夫だということでいただいたものです。京都のお人形屋さんで作られたもので、だいたい明治のものだそうです。大正時代のおひな様です。うちではこれが一番大きくて、お代理様は約50センチぐらいあります。でこれは長女のおひな様で、次女三女とこれより小さい形のものが段々にあります。昭和10年のおひな様です。これは大きな段飾りのおひな様なんですけど、コンパクトにまとめて飾っております。お道具類とかたくさんのものがまだございます。時は午前が戦争に負けて逃げていくところを表しています。胸に抱いているの赤ちゃんが牛若丸と、松尾丸梅尾丸2人を連れて逃げて落ち延びていきます。昭和20年代の姫込み人形のおひな様です。飾り段や屏風などは新しいものを使っておりますけど、人形さんや他の小道具はすべて20年代のものです。この下の人形は風俗人形や物語人形といったものです。おひな様の周りに飾ります。左甚五郎さんが花魁のお人形を彫ったところ、あまりにも上手にできすぎてお人形が動き出して甚五郎さんがびっくりしたというお人形です。下切りすずめです。ピンクの着物を着たすずめとつづらとおじいさん、とても珍しいお人形だと思います。お裁縫をしているおひな様です。お手玉をしているおひな様です。
車引きの御所人形です。